と酒匠北海道ソムリエの鎌田隆史です。おばんです。聞き酒師秋瓶こと私小橋秋でございます。毎週金曜日のこの時間は親瓶秋のエゾマリアジュ、日本酒のスペシャリストであり北海道産のお酒に精通している親瓶とその弟子の私がお酒を通して北海道の人や文化などを楽しくお伝えしていく30分なんですけれども、はい、さあ親瓶、今年から昨日が山の日に制定されて、ね、今日もお休みにしてって感じでさ、お盆休み長く取ってる人いるんじゃないかね。いや、そうだよね、山の日って僕あれいつ あったかなと思いつつ、あら山の日だったって。そう、できたばっかだからね。できた。あきちゃん山行くの？いや行かない海も行かないよね。だって私水着です。私は本当に趣味なんですかって言われたら、飲酒ですだもん。えーって。スポーツ的なことないよね。スポーツはってた、あ、飲酒をスポーツ張りにするっていうことですね。海の日の時に海行くったら、あって言ってたもんね。海に行っても飲んでますからね。山に行かないけど、仮に行ったとしてもキャンプのテントの前で飲んでますね。山の自然の移ろい、さらにはあの山の、二酸化炭素のフィトンチッド、ないね。共にやっぱりお酒の存在は必要不可欠でございます。踊りのビアガーデンは15日までですよ。そっちの方がワクワクドキドキですね。行きたいっす。はい、ということで、さあ今週もこの後30分エゾマリア中、最後までお付き合いください。親瓶秋のエゾマリアージュ、この番組はイオン北海道の提供でお送りします。イオン、翌月に1ヶ月分ダウンロードできます。お得な和音カードはお近くのイオンで。エゾマリアージュ、HBC ラジオ親瓶秋のエゾマリアージュ、親瓶こと鎌田隆史さんと私小橋秋でお送りしています。はい、それでは今週もエゾマリバー鎌田に素敵なゲストをお迎えしましょう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お晩でございます。いらっしゃいませ。ようこそエゾマリバー鎌田へ。はい、今週もですね、先週に引き続きまして、元コンサドーレ札幌のフォワードで伝説にちょっと届かなかったけども。そんな失礼だ。そんなこと言わないんだよ。もう知る人と知る、もう僕大好きなね、深川智隆君を呼びしております。はい、作家スクールね、放射作家とかもいろいろやってますよ。はい、講演だとかも喋らすと、もうとってもバカすぎに面白い。なんかね、聞くところによると、先週の深友さんはまだ被ってたと、もう全然ブレイクしてない。まだまだまだブレイクしてない。もう素の深友さんはすごいと。爆発的にまだまだいける。これはもうガンガン飲んでいただいて、じゃあもうとにかく、アキちゃんさ、いつもアキちゃん一番でかいグラスでしょ、これ深友にやっていい？ああ、もう行きましょう。これはあのジャノメを深友にお願いします。ジャノメの一番でかいのは深友に。行きましょう行きましょう。よっしゃ。でも兄じゃさっき、伝説になれなかったっていうところ噛まなかったですね。そういうところは噛まないですよ。いや、普通にもういつも言い慣れてるみたいな。いやいや、もうシュート決めたシーンだとかね、もう十何年前のそういうシーンもね、少しずつ思い出してきて、少しずつ少ないシーンですからね。仲いい証拠でございますが、さあ今週のお酒は？はい、今週のお酒は先週に引き続いて京極というね、名前をドカンと書いてる名水の辛口タイプです。はい、これ精米部は 60% で、綺麗なお酒に仕上がってますよ。もちろん羊蹄山の吹き出しの、水を使って柔らかいタイプ。先週の、お酒と瓶の色がちょっと若干と、ね、同じ青でも違うんですよね。ちょっとこうブルーの清涼感がある濃い感じタイプですよ。辛口でね。でちょっとこうね、この皮っていうかね、水をイメージしたオレンジ色のスッっていう線が入ってて。はい、これセクシーな、アキちゃんの色合いと一緒だよ。わかります。いや、何なんですか。方もわかるよね。あなたたちの何なの。それを私に言って私がどうか。だって絶対さ、好みでも何でもないじゃないですか。ないよ。けど、味がある。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 ちょっとそれ聞きたいんですよ。味があるってどういう。方もね、なんかこうアキちゃんってさ、味があるじゃないですか。僕思うんだけど、出汁と
か昆布みたいな感じがするんです。その噛んでも噛んでもこう味わいがこう深く続くっていう、でまた、噛めば噛むほど、こうなんて言うんだろう、こうエキス分が出てくるみたいな、そんな感じです。どうですか深田も。僕は好きです。あ、気持ちいいですね。やっぱり気持ちいいね。講釈垂れる僕よりも、スパッと好きです。いや、まあそんな気持ちの良さの中、乾杯で参りますか。さあ、京極の辛口の吹き出す湯水使った名水の辛口。乾杯。うわ、すごい辛。ドライ感が、カッと出るけど、でもピリピリとした感じじゃなくてバランスいいでしょ。なんかこれね、氷入れてロックでいただいても美味しいかもしれない ね。これはね、お水の柔らかい硬いにもかかるんだけども、こう柔らかい強力のお水使ってるから、こうキリッとした辛口でもこう優しく感じるんだよね。なるほどね。日本カフェでね、買いますんでね、ぜひ皆さんね、買って飲んでもらいたいと思いますよ。はい、今日も皆さん、いっぱい一緒に乾杯しながら楽しんでいただきたいと思いますが、さあ、先週はね、サッカー始めた頃から憧れの J リーガーになったよっていうお話を深田智さんにちょっとまあ駆け足でね、伺ってきたんですけども、そう、引退してからの具体的な、はい、そうだね、動き働きっていうのを今日はちょっとね、まあ、今深友企画っていう会社を立ち上げてらっしゃって、そうですね、まあ、具体的に言うとどういう、サッカースクール事業と、あと講演会事業、グッズ販売事業、あとデフサッカー支援事業、そう、このデフサッカー、はい、ね、デフサッカーじゃないよ。いや、なんか見てて、そう、いやいや、がっちり見ましたけど、やめてよ、もう隠れたってデフサッカー、僕一度もデブだって言ったことないでしょ。ないですけど、デフサッカー、はい、なんどういう、あの耳の不自由な方たち、あの聴覚障害を持った方たち の、あのサッカーチーム、で日本代表もあるんですよ。あ、じゃあ、あのヤタガラスのああいう服着てとか、そういうとはまた別なんだけど、親便、あの今のところ、あの日本サッカー協会の参加としてそのまま認められてはまだいないんですよ。なるほど。じゃあこれからだ。これからなんですよ。で今回、お土産でグッズ販売事業の中の応援グッズから、あのかっこいいじゃん。ヤタガラスは JFA じゃないですか、はいはい、でこれは JDFA って言うんですけど、辰野敏吾、そうなんですよ、で日本ろう者サッカー協会のエンブレムはこのエンブレムになるんですよ。辰野敏吾のちょうどお腹の下部分ぐらいにサッカーボールがポコンとついてる、ね、これちょっとかわいい、あのでもちょっとあげましょう。あ、ありがとうございます。して何気なく後ろ見たらフカって書いてあります。そうなんです。それは僕のあの、ね、まあさりげなく、ね、あ、これこう、はい、携帯電話にポコってつけて、かわいいですね、かわいいね、まだそうなんですね、で障害者の方たちもやっぱりいろんな方たちがサッカーを楽しんでやってるんですけど、その中で僕はデフサッカーと関わりがすごく深いんですけど、きっかけは、きっかけはですね、北海道なんですよ、北海道で、引退してからコンサドーレアンダー18のコーチをやってたんですが、その時に、あのちょうどその苫小牧ってろう者の方たちがすごく多くて、でその苫小牧にろう者サッカーチームが1チームだけあるんですよ、で、あの人数も本当に少ないんですけど、そこでマネージャーをやってる健聴者、その聞こえる方が、コンサドーレ札幌に、あのプロのサッカーコーチの指導を一回そのろう者の皆さんに受けさせてあげたいっていうことでメールを送った時に、コンサドーレが、じゃあ今回誰か派遣しようっていうことで、その派遣されたのが僕だったっていうのが一番最初。なるほど、表情も豊かだし、ね、感情表現もね、やっぱりこう耳の不自由の人たちって、表情でのやり取りってすごく大事で、僕も今手話教室とか会員ながらやってるけども、やっぱり表情って大事じゃないですか。いや、本当そうですね。音がない分、やっぱ顔の表情を見て、すごくあ、この人何考えてるのかなっていうのはすごく見てる。分かりやすいからね、深くもね。なんかでもこれ笑顔がまたいいしね。大事だからね。親便も、だからその世界にね、こうお酒のことを、そういろんな人たちに広げたいということで今ね、通われてるんだもんね。例えばね、僕やってるお酒のこともそうなんだけど、こう聴覚の障害とかいろんな障害ある方々いらっしゃるけど、そこのところでその楽しみを奪われるっていうのは残念だもんね。そうですね。だからみんなにやっぱりこうお酒もそうかもしれないですし、やっぱりサッカーも皆さんに楽しんでもらいたいなって
っていうのはすごくいつも考えてるので、うん、だそこにやっぱりコミュニケーションのツールとして一つ手話っていう、うん、手話っていう、うん、秋さんこうやるんですよ、ね、こうやるんですよって言ってもね、うん、同じように人差し指右と左をこう前後にぐるぐる回すっていうね、うん、でもさ、こう耳の聞こえない方々のサッカーって、はい、実際に大変なことっていっぱいあるじゃないですか、うん、そうですね、うん、どういうところで普通の通常のサッカーと、うん、こうコミュニケーションとして、はい、こうサッカーどういうふうな違いなんですかね。やっぱり先ほど話してたように、うん、そのやっぱり顔の表情っていうと、うんうんうん、音が入ってこない分だけかなり見てるんですよ、うん、いろんなところ、うんうん、で状況を見て、うん、後ろからその選手が声かけても見えないじゃないですか、うん、ですね、だからすごいいろんなところを見てるっていう、うん、だからそういう部分でその音がない分すごくよく見て、うん、みんなでコンタクトですね。ただやっぱりサッカーやりながら途中で手話っていられないじゃないですか、うん、だから途中途中でボールが外に出た時とかに手話でコミュニケーションを取ってやってるんですよね、うん、あでもなんかね、うん、その五感が高まるじゃないですけど、うん、そこがねちょっとこう、うん、あーって少ないとか力が足りないって思った時にね、うん、そこすごい盛り上がるじゃないですか、やっぱりここをこうしようってことで、だからきっと心の汲み取り方をすごく持ってらっしゃるんじゃないですかね、うん、おっしゃる通りで、うん、本当にそういう部分はすごく感じてやってる選手たちがやっぱすごく多いですよね、うんうん、でその分やっぱりその外から関わるっていう方はあれですけど、うん、僕の場合は日本代表のスタッフであったりとか、うん、あと北海道のそのろう者サッカー協会の、うん、チームアドバイザーとかあと理事とかもやってるんですよ。そうなるとなかなかそのろう者っていうのは情報が少ない分だけ、うん、なかなかこう外から入ってくるものを受け入れない部分もあるんですよ。でもそこをやはり最初に僕は北海道で、うん、このやっぱ生まれ育った北海道の仲間が認めてくれたことが、今日本代表が今回ワールドカップ出たんですけど、どこで勝ったんだっけ。イタリアなんですよ。じゃあ9月に行くイタリアだね。そう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 、イタリアで大会があったんですけど、うん、そういうところまでつながっていったっていうことで考えると、やっぱりご縁があったりとか、そういう部分でそのいろんな人たちにもっともっと広めたいなっていうのは僕の中ですごいあるんですよね。ろう者のこうサッカーをやってる方々がこうそういうところでこう注目されたりとか、うん、国際的なそういう舞台も整ってくるとなると、はい、うん、やっぱりサッカーに対するモチベーションも上がってくるよね。そうですね、うん、やっぱりワールドカップあるのとないのだと、うん、やっぱり全然気持ちの部分で違うと思う。そうだよね、そこに向けていくのとね、宅飲みかすすきのに飲み飲むところがあるから違いです。いやだって化粧するもんね。やっぱり少しでも綺麗にねってね。隙間に食ったなったら暗いとこ行ったら 2,3 割綺麗には見えるけど。でも気持ちモチベーション上げるっていうのは大切ですよね、やっぱね。そうだね、うん、そうだね。エゾマリアージュ、HBC ラジオ親瓶秋のエゾマリアージュ、坂匠の鎌田隆さん親瓶と私小橋秋でお送りしています。続いてはこのコーナー、おやびんのなるほどお酒塾。この時間はですね、毎週毎週言ってますけどもね、本当にちょっとお酒の話は結構詳しいぞっていう、そういう自慢話のコーナーです。ちゃんとためになるコーナーですからね。先週からですね、ニセコの名水使ったお酒紹介してるじゃないですか、うん、人間 80% 以上水でできてるでしょ。そうですね、はい、深田もこう水分の大事さってスポーツ選手も含めてありますね、あるでしょ、うん、はい、このちょっとお酒と水に関するちょっとそういう話をしましょうよ。水の話、水、お酒飲むとさ、脱水が進みます、うん、脱水による、いわゆる脱水頭痛、アルコール飲んでアセトアルデヒドが血管広げて、うん、脱水で血管を縮めて、うん、合わさると頭痛がするよと。あの頭痛いのはそう脱水のせいなんだよね。そういう脱水のせいだけじゃないけど、うん、その脱水っていうのも大きく関わるよっていう。関わる。そうすると、お水いっぱい取ることで、うん、そういうのも防げますよとね、そういう話をよくします、はい、その他にですね、軟水硬水というよくヨーロッパとか行くとさ、そうです、コントレックスとかアイゾンとか、うん、こうマグネシウムとカルシウムの総量を、うん、数値に表したのが、数値が高ければ高いほど硬い水、うん、で低ければ低いほど柔らかい水と、うん、そういう風にやってて、昔はねこの数値っていうのは飲み水が、お金になるっていう時代じゃなかった時代なんです。そうだ、洗濯
潜在の指標だったんだよね。これ、まあ、そうですよ。ヨーロッパとか硬い柔らかい、硬い柔らかいで数値がポンって書いてあるっていう。じゃあやっぱり柔らかい水で洗うと柔らかい、泡立ちがいい。泡立ちでも、洗剤の種類によって、数値が高かったら硬い水であれば洗うほど泡が立ちにくくなるんですよ、うんうんうん、洗濯できないじゃないですか、うん、それでこの洗剤はこの数値ぐらいまでは洗濯に使えるよっていう数値だった。そうなんだ。それがですね、飲み水がお金になるっていうことが、商売になるっていうことになってきてから、うん、その数値が硬水軟水の数値としてよく後ろに書かれてる数字になってきたわけですよ。うん、ためになるでしょ。ためになるね。それで、軟水っていうのは、まあ、数値が低ければ低いほど、柔らかい水で、日本酒だとかお酒を作る上ではどちらかというと口当たりの優しい、まろやかな、感じをさせる水になるわけですよ、はいはいはい、で硬い水、マグネシウムカルシウムが多かったら多いほど硬いキリッとしたお酒になるわけです。どっちもそのそれぞれの良さがあるわけですね。そうです、うん、それで硬い水柔らかい水、これをよく言う、柔らかい水で作ったものは女酒、うん、そしてキリッとしたお酒だと男酒という。よくね、奈良の男酒とか聞きますよね。伏見の女酒とかね、あれは水の違いによってそういう風な、出来栄えに変わるわけですよ。北海道ってどうなんですか。北海道はね、ラワンブキで有名なアシュロのラワン地区っていうのは、あ、神ちゃんの出身地。あ、そうだ、ディレクターの、ディレクターの、実はね、6か7ぐらいで、ものすごいまろい水なんですよ。あ、柔らかいんだ、で、アブタの臼だとか、こう火山がボーンってある地区の底のところは、実は硬い水で160とか170ぐらいの実は硬い水なんです。伏流水的に言うと日本っていうのは縦に長い4000キロの国なので、雨水っていうのは超軟水なんです。柔らかい、それが、山に降って海まで出るまでの距離が短いので、日本っていうのは全体的に軟水エリアなんです。そうかそうか、だからヨーロッパとかアメリカとか大陸の真ん中に降った水が海まで出るまで距離あるでしょ、だから硬い水なんでしょ。ああ面白いね。エビアンとかコントレックスとか言われる水は、日本人が飲むとお腹緩くなったりする、そういう作用だったんだね。人間のこう体に対する水の影響っていうのはすごく多大にあるんだよ、だからそれを考えて作られてやっぱりお酒、それぞれなんですね、だから味わいは硬水軟水、いわゆる水の、影響によって出来上がるお酒にも、違いがあるんだよというスラスラ喋った得意の分野です。よかったですね。さあ、あとは飲んでください。ありがとう。なるほど。ね、ちょっとね、この酒からはその水を知って、なるほどというね、理解が深まるんじゃないでしょうか。本日の親瓶のなるほどお酒ジュック、来週もお楽しみに。エゾマリアージュ。今後のいろいろ活動っていう部分もあると思うし、深友的ドリームみたいなのは、そうですね、やっぱりこう、ここまで来てやっぱり日本のそのデフサッカーっていうのを関わってやってきている以上は、やはりそのチームのスタッフとして今もちょっとお話しいただいているのは、やっぱコーチとしてどうですかとか、それ監督としてもどうですかっていう話がチラチラとは出てきてるんですね。でそこの部分をやっぱりしっかり整えていくためには、まだまだその JDFA、 先ほどこのプレゼントさせていただきました、このマークが皆さんにまだ認められてない部分があるんですよ。だからそれを皆さんにまず知ってもらった中で、この組織をしっかり立ち上げて、もっとしっかりとしたものにして、その中で僕はまたさらに関わって、まあ、最終的には本当に監督とか、そういうのもやっていきたいなっていうのは気持ちになる。楽しみだね。絶対広がる。もう深友がさなんか代表監督になったって言ったらさ、別な意味で感慨深いよ。本当だね。いやちょっと今居酒屋のカウンターの親父に見えたんだけど、座って飲んでる。ごめんなさい、ちょっと目離した隙にこんなになっちゃって。いやいやいや、こういうろう者という部分で同じフィールドでこうやってね、なってくるなんてもう思わなかったからね。僕すっごい実はね、ろう者のサッカーをやるって聞いた時に、なんかびっくりした反面、すごい感動したね。ありがとうございます。僕もそうですね、ここまで長く続けられると思ってなかったんで、8年9年かな、9年続けてるんで、でここまで来れると思わなかった中で、今回またご縁があって、兄者とこういうふうに話したら、こうろう者つながりっていうか、そういうのもあったりとかしたの。でもやっぱり一番嬉しいな、喜んでらっしゃるなと思うのが、そのご当人たちじゃないでしょうか、ね、これからなんか諦めてたものとか、ね、どんどん世界に広がっていける
るわけじゃないですか。いやありがとうございます。本当そうなんですよ、ね、だからなんかそれを知らなかったこう我々も、うんはい、あこういうことができたりなったりするんだなっていうことが一つね、うんうん、広がりのこう、ね、何か一端にみんな得ればなとも思うしね、うんうん、深友的な部分からするとさ、うん、すごくこうキリッとした感じの話が続いたじゃないですか。そうね、実はさね僕たち大好物あるじゃないですか。確かにね、まあ、あの物事にはバランスっていうのが必要ですからね。あまあここは申し訳ないけど、うん、じゃあちょっといつもの深友に戻っていただいて、はい、いいですか。はいパーン、はい、なんですか今ドラみたいな。今生まれ変わった瞬間。今生まれ変わりました。じゃあね、まあ大好きなお酒を飲んでいろいろ成功談もあると思いますが、うん、逆はちょっと私たち大好物なもんですから、うん、そうですね、やっちゃったことはまあ数々あるんですけど、はい、もちろんあの札幌でのその話をさせていただければなと思うんですけど、うん、あの僕やっぱりサッカーやってて、うん、でお酒ってある程度やっぱ抑えなきゃいけない部分があるわけじゃないですか、うんうん、でもその思い出深いのは僕アツベツ競技場、うん、コンサドーレで言うと、うん、聖地ですね、聖地アツベツ、はい、聖地アツベツで、はい、当時僕が選手で試合に出たジュビロ磐田戦っていうのがあるんですよ。でまだ当初ドゥンガと言われたブラジルの監督もやったことがある、はいはいはい、ドゥンガ選手とも対戦した時に、うん、あの試合が6対1で負けまして、うん、またひどい負けた。そしたら6対1で野球じゃないんだからもうその夜はねボロ負け で、うん、で家に戻ってお酒を飲みながら、うんまあ、言ってみたら管を撒いてたわけですよ、うん、神さんに、うん、神さんに。そしたら、うん、あんた6対1で負けてんのに何やってんのよみたいな、奥さんに奥さんに言われて、うん、そしたら、うん、思わず言ってしまったことが、うん、兄者ともつながってこの大好きなお酒を、うん、俺やめてやる、酒をやめてやる。奥さんに言ったの、何要はこう昼の試合を振り返ってグダグダ言ってる旦那さんに奥さんが一括入れたことによってついつい自分で言ってしまった、うん、酒やめてやるわかったと言ったはいいけど、うん、次の日にもう、うん、飲みてえなしばらくやめたの。やめたん、やめれた、やめれた、すごいね、肉気ドゥンガだね。それから、うん、あんなにも飲んでいたお酒を、うん、1年半やめたんですよ。すごい、ね、でもこの1年半でまた復帰したのも微妙だけど。でも待って、この1年半後じゃないこれ話は、1年半後に、うんちょっと友達とみんなで飲んでみようよっていうことになって、うん、飲んじゃったら三木田友くんちょっと飲んでみようよと。そうそうそう、1年半ドゥンガのせいでやめてたけど、うん、ドゥンガももうそろそろ消えるだろうと。兄じゃ、はい、僕がまだ選手時代ですよ、はい、選手時代に、うん、はい大通公園の噴水のとこで寝てました、はい、やらかしました。思いっきり寝てた、あ思いっきり寝てた。いつ起きたんですか。しかも、うん、冬ですよ冬。危ない季節が季節なんだ。ちょっとニュースにならなくてよかったね。死んじゃうんじゃないかなと思ったんですけど、深友、大通りのベンチで投資シャレなんないやつ。ならないね、本当にその失敗だけど、一緒にその時に封印を解いた、呪縛を解いた仲間はほったらかしだったんですか。僕はもうその頃、うん、どちらかというとすすきのに近い場所に今度住み替えてた。あら、うんうんうん、アキちゃんと一緒だ。そう、それで、うん、なんか私の家の場所言ったんですかよ。いやいや、もうみんなとじゃあもう家帰るから、うん、タクシー乗るからって言って、うんはいいけれども、うん、なぜかわからないですけど、うん、大通公園の方に酔い覚ましでちょっと歩きたかったさすが、その通り同じことやるもん私も、うん、そしたらちょっとあ何か横になってみたいなみたいな、うんうん、そしたらそのまま寝ちゃった冬眠状態みたいな。いつ起きたの。とでも多分3時間ぐらい寒くて起きた。でも危な危な、ベンチコートもちゃんと着てたんで、うん、環境が整ってきた。まさかコンサドーレのベンチコートしてそれはさすがに着てたね。へー、でもやっぱこう久しぶりにこう飲んだお酒でこう開けたみたいなことがあったんですかね。思いっきり開けちゃった感じがあって、うん、それからもうやっぱりお酒はやっぱり程よく飲まなきゃいけないけど、うん、やっぱ楽しくて美味しいなっていうのを、うん、そう感じなんで、うんだからこそ今また飲めてる。親分これね、うん、例えば今みたいに深友さんみたいにさ、うん、ずっとやめててこう始めるみたい時ってなんかあるの体のこう2種類あるんだけど、うん、例えばもともとお酒が弱い人ともともと飲むのに強い人と、うん、
アルコールの分解できる能力の差があるから、もともと飲めない人がやめた場合には意外と飲まない期間は長くなるかもしれない。でも飲める、もともと飲めるそういう、遺伝子持ってる人だったらきっかけあったらいつでも再開するよ。あまりにもでも久しぶりすぎると、まあそうだね、ちょっとやっぱり徐々ならしっていうのは必要なんだ。何でも何でもそうですよ、何でもやっぱり助走が、ね、こう必要ですよ。少しずつはね、始めるとしたらね。僕らはアキさんと僕は死ぬまでないと思うけど、私は私の意味はまずやめないので ね、 ああそうですね、僕もそうですね。そうか、いろいろあるんだな。なんかやっぱりこう、うん、意外にやっぱりこう皆さん思われてるんですけどさ、あのスポーツ選手ってそういう、こう、はい、お酒とか食とか、うん、きちっときちっとやってんのかと思いきや、やっぱりタク外すときは外し、外すことがでも結構多いかもしれない、ね、またそれで気分転換をして次に臨むっていうね、そういうのも大事だと思うんだ、うんうんうん、またそれがお酒の一つの大きなこう持ってるパワーでもあるかなと思うんですけどね、うん、よく酒飲んでうさ晴らとかさ、うん、もう忘れようとかつって常識の範囲で収まってりゃ最高のツールですよ、うん、僕も本当あの神さんの前で言わなければやめることもなかったんですが、もう言っちゃった言っちゃった。でもなんかあれですね、東証ドゥンガのせいですね。深澤もけの、 あの上下関係が分かりました。本当、おっしゃる通りだ、ね、はい、か鎌田家もそうですし。わかりました。いやということで、はい、先週そして今週に続きましてですね、はいはい、ゲストに深澤さんをお迎えしております。この後もお付き合いください。はい、イオン毎週土曜日曜は和音ポイントプレゼント。店内設置のハッピーゲートに和音カードをタッチするだけで2和音ポイントをプレゼント。たまったポイントは翌月に1ヶ月分ダウンロードできます。お得な和音カードはお近くのイオンで。秋のエゾマリアージュ、ここでプレゼントのお知らせです。はい、番組宛にメッセージ文面ですね、うん、いただいた方の中から毎週抽選で1名に2000円をチャージしたイオンギフトカードをプレゼントしています。はい、どんなことでも結構です。メールくださいね。宛先です、はい、エゾマリアットマーク hbc.co.jp までお送りください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。当たった方はですね、ぜひお近くのイオン北海道系列店のお店行ってですね、今月のおすすめ、ニセコ酒造さんのお酒を、バカスカ買ってください。お願いします。 Facebook ページもあります。はい、最新の情報だとかね、ゲストの情報だとかも含めて皆さんにお伝えしています。ぜひプチッと、押していただけると嬉しいです。はい、さあということで2週にわたりまして深友さんにゲストに来ていただきましたけれども、はい、ぜひねここを借りて、はい、リスナーの皆さんにメッセージよろしくお願いします。これからも深友企画、レフサッカーも含め、あの皆さんにたくさんのサッカーの楽しさを知ってもらうのと、あと日本酒をもっともっと飲んで、親瓶と秋さんと一緒に楽しめるように頑張ります。何の先生だろう。なんか選挙みたいな。でも楽しい方ですね。うん、いや僕もねお付き合い長いけど秋さんもそうなんだけど、このねブレイク加減ってね、いいね。いいね。でもあの本当にね、うん、あの今までゲストにお越しいただいた皆さんを。うん、こう一度に返して、うん、リスナーの皆さんと一緒になんかオフ会やりたいね、大きなイベント、エゾマリ大宴会をね、本当開きたい ね、 ね、はい、もうリスナーも交えたさ、シュチニクリみたいな、どんなね、なんかこうバスツアーでも、うん、あとこう市電のツアーでも、うん、なんかできたらいいですよね、はい、具体的に話決めていきましょうよ。やろうやろうよ、ね、もうリスナーも期待してる部分もあるからさ、ね、呼んでください。ぜひともお待ちしております、はい、さあということで今週もお付き合いありがとうございました。親瓶秋のエゾマリアージュ、お相手は親瓶こと鎌田隆と秋瓶こと小橋明と元コンサドーレ、やっぱりレジェンドになれなかった深友企画代表の深川智隆でした。さようなら。親瓶秋のエゾマリアージュ、この番組はイオン北海道の提供でお送りしました。